やはりそれぞれれぞ皆さてていてでその中でも、やっぱりこう家がなくなっちゃったんだよ、もう笑うしかないよねっていうようなことを言われたりとか、そういう被災者の方の悲しみっていうのには、触れました昨日夜、被災地支援に当たった日本赤十字社山口県支部の救護班が、県内に帰ってきました。 医師や看護師などの9人からなる第1陣は今月19日から石川県七尾市と志賀町で避難所の巡回診療や被災者の心のケアなどにあたりました派遣された地域で避難所に避難する人はどちらも1000人を超え石川県全体では昨日時点でおよそ1万5300人に上ります救護班の班長で医師の野中さんは 担当した避難所の現状をこのように話しました。例えばある施設ではコロナの患者さんが連日出ていて、ただ医療救護の班っていうのが直接的な介入がなくて、わからないなりに一般のその職員さんっていうのが防護具を着てどういうふうに対応したらいいのかなわからないけど一生懸命やる。それで疲れてしまう。その後救護班で。 避難所内の区域分けを行いコロナやインフルエンザの感染拡大を防ぐ体制を整えたといいます担当した避難所では感染は収束に向かっているとのことでしたが避難所の感染症対策は課題の一つとなっていますそして救護班が感じたもう一つの課題が一番印象に残ったのはやっぱり被災された方ももちろんで支援者の方も被災されてます で施設の運営をされていたりとかそういう方々も支援者っていうのも被災者なんだけどここは私たちが頑張らないといけない市の職員の方であったりとかコミュニティセンターの職員の方であったりとかその地域を守っていらっしゃる民生委員の方だったりとか皆さんとても気を張ってらっしゃっていきなり起こってしまった災害っていうものに対しての対応をどうしていいのかそういうふうな悩みをお聞きしながら。 日本赤十字社では今後心のケアを行う専門班の派遣を含め継続して支援にあたります県の第2陣は明日出発しますお話を伺ったのは県薬剤師会の専務理事を務める山本照幸さん県の派遣薬剤師第1陣として山本さんを含めた3人が 今月18日から石川県の珠洲市で活動にあたりました。災害支援を行う拠点に行くまでの道中もやはり道路が崩れていたり、電池が倒れていたり、川口の倒壊とかもあってですね。通れる道路も制限されている状況。まあ、その中であの寒さと。あとは衛生環境。 どんどん悪くなる一方だと思いますのでかなり被災者の方々は疲弊されているだろうなということが簡単に想像できる状況でした鈴市に入った山本さんたちは避難所の衛生管理や臨時の調剤一所で調剤や医薬品の管理などを行いましたコロナやインフルエンザなどの感染が蔓延する中去年から全国的に続く医薬品不足も 現地の状況の厳しさに拍車をかけていると、山本さんは話します例えば、今からどんどん寒暖差もつき始めて、アレルギーなんかも出てくると、ですねやっぱ咳とか、そういうの出てきたりするんですよね。で、一応今回は、まあ、あのコロナやインフルエンザの関係で、全国的に咳止めも、合わせて強炭剤、炭を切る薬も、もうなかなか入らない状況になったんですよねもうそののままの影響がてていてですね。 不足が深刻化しているのは医師が処方し薬局などで購入する医療医薬品、医薬品を製造するメーカーの不正によりジェネリック医薬品の出荷制限が相次いでいることなども要因の一つとされていますまあなるべく優先的に回していただいてはいるんですけれどもどうしても足りないときは OTC 薬品でいわゆる市販薬の方で少し咳止め関係を供給してもらってましたので。うん まあそれで何とかこうしのぎなながらっていうようよ状況ではありました、はい、石川県薬剤師会の会長もおっしゃられたんですけれども一過性的にどんとあの支援者が増えることはよくあるんですけれども結構復旧まで時間を要しますのでできれば細く長く来ていただきたいという要望がもう当初にありましたので随時、えー、と県内の会員に募集をかけてますからできる限りそり派遣ができるような。 体制を今後も取り続けていきたいと思っています。